ちょっと、いつもとあんまり正直この舞台でこのメンバーでやったことないと思うんですけど、やるよ。全員で勝ったんです。もちろん、イレギュラーあったりとかするから、全員本番準備してる。後半は若干差し替えるかも。とりあえずこれでいいかな。OK、全員です。はい、はい、はい、やったらぜあと1位あと1や、あと1位演奏が行われます。シャイゴーゴー2021の和太鼓と北海道あそこにね、赤い あっ違いますね。やったーゲッター、ゲッター。徐々に徐々にね、帰って成立してる。全員で始まった。よし、
Yeah!
後半戦シンプルの立ち上がりですよ。ナイスキー！投げ
戦一度ここは落ち着けるゲームプランを選択しました。さあこの攻撃頑張れ。会場の我々 MC チームは緊張したよ。これ中さん緊張感高い。いい試合じゃこれ。楽しんでいきましょう。はい、それほどこの素材地のスポーツはガチで熱くなれるスポーツなんだって実感できます。いい緊張感だと思います。ありがとうございます。本当に好きな通りですね。出して受けていい緊張感ですね。受けよう受けよう受けよう。選手がエムラップしてそこで緊張感ある。Thank you.
で、ここは最後このね、分厚い裏側と後ろの首をプロに繰り返してくるのが、単純に4分の5になるのでなかなか崩せないですよね。そうっすね、意外となんか守備うまいので、後ろ出るよ。動けた。
けじゃないです。チームの表彰です。プラムワンおめでとうございます。さあプラムワンの皆さん、こちらにお集まりください。前のステージにお進みください。スタッフのすみません、スタッフご案内ありがとうございます。試合を終えたばかりですが、少し、ね、長くなっちゃえば2列でもいいですが、一旦1列でお並びください。さあ準優勝チームはですね、 MIP 賞ということで、ここから1名選出させていただきます。 MIP の選手は11番空賀選手。さあここぞというところで結果を出してくれた MIP 賞、さあ牧彦さんから MIP が渡されます。さあ、はい、ではそれではプラムワンありがとうございました。改めて準優勝プラムワンに大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。全国のチームの頂点に立った優勝チーム、関東代表エルアガ東京、おめでとう。チームの皆さん、中央へお願いいたします。
東京おめでとまあ、僕はなんか去年出そうと時、いや悔しいけど絶望感があって、あとちょっとやったなーぐらいの感じなんで、きっちり2失点のところはやっぱ反省しないといけないし、まあ各自が反省すればいいだけなんで、まあ、もちろんプラマン離れてしまう選手もいると、クラブとしては反省して練習に落とし込んで繰り返しますので、はい、負けてしまう自分たちの力不足っていうのを近くに詰めて、僕らは僕らでプラマンとしてやっぱり審判に対しても運営に対してもリスペクトの精神をちゃんと持って、感謝の気持ちを持ってこれからも進んでいかないと、これからレベルアップしていく最近の中でもてっぺんを取ってそうあり続けるためにという人がそういう練習でお会いしましょう。ここからは以上です。お疲れ様でした。まあ、もう言葉がないんですけど、思いつかないというか、悔しさがあってるんで、まあ、フラマンはもう続けていくし、まあ、来年も狙えるように、まあ、いろんな面、スパイチ面も、金銭面もちょっと、整えて、まあ、いろいろ、なしいろいろ整えて、まあ、狙いたいなと思っているので、
まあ、とりあえず今日は大阪にびっくりしましょう。今のところが両国語といったんですけど、意味のに関しては今、まあ、聞いてるんですけど、そうなんですか。あ、はい、でした。はい、あ、そうです。僕は個人的にも自分よりも、まあ、苦しいこととか多かったかなとは思うんですけど、去年、特に去年の全国大会はあまり絶望で、その後も練習5人も集まらないとか、そんなかやってきてここまで来るっていうのはすごい、優勝できない悔しさはありますけど、嬉しい気持ちももちろんあって、その無駄な時間、無駄ではないですけど、空いてしまったプラマーとして成長できなかった時間を来年に向けてやれば、去年は来年優勝するぞって結構現実味がなかったかなと思うんですけど、今年来年優勝するぞっていうのはほんまに現実味がある話かなって思うんで、まあ、僕はチーム離れますけど一ファンとして応援してます。来年ほんまに優勝取ってください。ありがとうございました。もう選手として、もうプレーできる体じゃなくて。大会終わってもう一回この大会で借りを返したいと思って手術して、で今年復帰して全然思うように動かない、いかなくて、練習行くのもなんだ辛いっていうか、全然思うようにできなくて、それでも今大会入って決めることができて本当にめっちゃ嬉しくて、で本当今日勝って優勝したかったんですけど、でもめちゃくちゃいい試合して僕もその一員で戦うことができたんで、本当にプラマー入ってよかったと思ってます。僕はもう選手としてはもうやることはないですけど、これからもずっとプラマー応援してるので来年また絶対優勝してください。以上です。とりあえずこの大会に関しては本当に毎年言ってる通り悔しいと思うし、本当に優勝できると思ったし、みんなそれは信じてみんなに頑張ってたし、ほんまにあといっぱいだったし、ずっと僕はプラマーの初期から携わらせてもらって、なかなかうまくいかん期間も長かったり、個人的にも特に去年の全国はなかなか試合にも出れず悔しい思いっていうのもしてきましたけど、それでもやっぱこのチームが大好きで、みんなでいつもみんなでやろうって一つになって、そういう苦しい時間も乗り越えてきて、で今回優勝はできなかったですけど、
誰が見ても絶対楽しい支え地をしてたと思いますし、そういう部分で言うと梅ちゃんが目指してたものっていうのは形になりつつあるのかなと思って、でもまだまだ実力が足りないっていうのも現実で、あと一歩なようで、多分ピッチに立った選手は特に感じたと思いますけど、まだまだ実力差は全然ありますし、その差っていうのをもう次の練習から埋めていけるように残るメンバーにはやってほしいと思います。本当に個人的な話ですけど、もともとサッカーを諦めたところからなんとなくで最初はプランマーに入って、ここでやっていく中でやっぱりもう一回自分はサッカーがしたいってなって、で今この6月からドイツで挑戦させてもらうっていうことでこのチームを離れさせてもらったんですけど、本当にその自分をもう一回サッカーに戻らせてくれたこのプランマーっていうチームと梅ちゃんには本当に感謝しますし、絶対にプロになって夢なんてこのチーム出身であることを誇れるように、このチームの名を上げれるようにやってくるんで、来年絶対に日本一になってください。本当にお世話になりました。ありがとうございました。過ごしてきたっていうのは別に想像に耐えやすいし、ほんまに大変だったと思うし、その中でもこうやってやり続けた結果、報われるべき人がほんまに報われた、いろんな点取ったりとか、試合出て最後活躍したとかっていうのは、ほんまに報われるべき人が報われたなっていう、もちろんみんな報われるべき人間であるし取り組みであったと思うけど、その中でもやっぱりこのチーム離れるっていうタイミングで最後にこうやってグラムワンで大活躍してくれたっていうのはほんまにすごい嬉しかったし、みんなもすごい喜んでたと思うから、また、新たな年でもしっかり頑張ってやってきてください。試合前にも言ったけど、こうやっていろんな人の思いがこう紡いで今こうやってグラムワンっていうチームが出来上がってるんで、そこはほんまに忘れてはいけないと思いますし、過去に所属した選手応援してくれてる、企業さんとか飲食店の方とかいろんな方が本当にいるし、今日もいっぱいたくさんの人が駆けつけてくれてるんで、それぐらいやっぱりみんなに愛されるようなチームになってほしいと思うんで、これからもそういうチームでありながら、さらにやっぱり日本一強い、そういう意味で面白いっていうところを目指しながらやっていきたいと思っているので、バネちゃん中心にまた、次に向かってやっていきましょう。はい、ありがとうございます。大阪帰ろう。くないからやるしかないよ、心に支え地の力を。